実は全員が一回失業するぐらいの衝撃がこの数十年間であるはずだというふうに僕は思っているのでそういうシステムを作って儲けてていう人ほど僕には危険に見えるんでアマゾンがついに、えー、注文後、時間で発送などを始めました。これは全書店小売店などに対して死ねと言ってるようなものだと思うのですが岡田さんはこれをどう受け取られておいでですかで 全書店小売店に対して申し訳ないんですけどもあの僕は、えー、しまった吉祥寺は範囲外だというふうに「わ <laughs> しやったアマゾン1時間か」っていうふ持思っちゃいますよね。あの、なんだろうなアマゾンがこれをサービスして、全書店、店小売店にしねっていうのはまあその通りはその通りだと思うんだけどもあ,のありとあらゆる産業がこのネット社会によって変わっていくってこれあの 第3の波ってアルヴィント・フラが言ったのは本当にその通りの意味で僕らの社会っていうのは農業というのが成立した瞬間にその日暮らしではなくなったし神様を信じる信じ方が変わった農耕社会以前の狩猟社会の神様っていうのはもっと人間を罰するものであったり何だろうわけが分からないものであった。ところが農耕社会になってから宗教っていうのは信じていれば報われるっていうそれは何だろうな種を植えれば必ず実りがある。 よような社会では、宗教の形も変わってくるんだよねで。それで農業というのができてしまった時に人間っていうのは将来を考えるようになって人口っていうのを考えるようになるとだって翌年どれぐらい鹿が取れるか分かんない命シシが取れるか分かんないっていうのと大体ほぼどれぐらいの小麦が取れるのか分かるっていう社会とはまるまる違うからね。で同様にあ2 0 0二三二百年ぐらい前かにあった産業革命というので 物が大量ににできるようになった。それまで物っていうのは全て一点物だったのが同じ物が大量に工場で作られるようになって僕らの生活っていうのから何だろう貴族というのがなくなったと実はその貴族制度がなくなったっていうのは俺大量生産のせいだと思うんだよね。っていうのは一点物として職人に使ってもらうのと自分の家用のものを自分で作るっていう社会。 産業革命以前の社会でそれだよね。家のテーブルはお父さんが作るか職人が素晴らしいものを作るかの二択だったんだよ。こんな時には貴族性っていうのは存続できるんだけどもそうじゃなくて値段金払えば誰でも買えるテーブルがあってそのテーブルに値段の差があるだけだという社会では貴族性っていうのは存続できないんだよね。なののので、貴族制っていうのは社会の在り方を考えてしまったと,と同時に。 ネットっていうのも同じぐらいこの社会を変えてしまうもんだから今まで当たり前にあった書店にしても小売店にしてもんだろうなそれはもう法律事務所にしても医者にしても実は全員が一回失業するぐらいの衝撃がこの数十年間であるはずだというふうに僕は思っているのでアマゾンがやってることは全書店全小売店にしねって言ってるのはアマゾンだけじゃないんだ。アマゾンがやらなければ多分 ニトリがやったかもわかんないしよそがやったかもわかんないんだけどもこの注文後1時間で配送というう。のは当たり前になってくると思うでそうなると都会というもの,の定義が変わってくると。今までは田舎暮らしの方がよくて都会っていうのはもうゴミゴミしてるとかあの土地代が高いになってくるんだけどもそんかり都会っていうのはあらゆるものが注文してすぐに手に入る動かなくて済むっていうような定義に変わってくるかもわかんないのでなんだろうな。アマゾン うーん、土地代というか今僕らは不動産の価格というのを路線価格って言っていてなんだろうどれぐらい大通りに面しているのかとかどれぐらいの土地なのかというふうにやるんだけどもどのコンビニが店を出しているかどの通販屋さんが1時間で配送しているのかでどの宅配の,、まああのあれだよねピザとか、まあ、ピザとかよりもちょっとグレード温高い よくあるよ、ね、最近ステーキとかを宅配してくれるサービスあれが港区と例えば新宿区と品川区しかしてくれないというようなるけどそういうふうなものでも時代が決まるようになってくるなんかそういう社会に入りつつあるのであ,のあらゆる商売をしている人は、えー、なんだろうなだからといってこれに対する処方箋というのはないんだよ。 チャラになるという可能性を考えとくぐらいしかできないんだけども、僕自身も本っていうのがどこまで持つかわかんないと思いながらやってるわけだね。でもあのさっきの一番最初の話に戻るけども、例えば今僕ボランティアでえー、っと彼女とか彼氏のがいない人の話を聞いて、それに対してすごい手間かけて。 答えてで、えー、一人一人なんかできるだけ満足してもらって帰るようにしてもらってるんだけどもこれもなんでやってるのかっていうと戦略的にやってるんんじゃないんだよ。そうじゃなくて自分はそれをできると思うしでそういうことにみんなお金払う習慣ないだろうなもし多分ねお金取ってやることもできると思うんだよ一人2,000円とか3,000円とかでそれを僕はギャラとしてもらってやることも可能だと思うんだけども。 そんなことじゃなくてもう今僕やりたいんだから無料でそれやっといてそれが将来ネット社会によってあらゆる仕事がどう変わるかわかんないから今僕にできる一番いいことはとりあえず目の前に現れた人を片っ端からいろいろ話して、まあ、ちょっと力になるっていうこととそれに対する自分の経験値を上げとくっていうふうなことをしといたらこっから先 ドアンゴがなくなってニコ生っていうシステムが潰れようとも出版というものが本当に潰れちゃって本が一冊も売れなくなろうとも多分誰かに何かしてで「おお岡田さんやっぱすごいですね」とか「ありがとうございます」って言ってもらえる僕の力とかあとそういう関係さえあればどうなっても食っていけるだろうなというふうに思うからやってるんだよね。あの 固例えば今だったらあの有料サロンって言ってオンラインサロンでもいいし有料メルマガでもいいしこのニコ生でもいいんだけどもそういうシステムを作って儲けてていう人ほど僕には危険に見えるんだよ。そういう人たちはそのこの1年か2年食っていける仕組みを作っててそれでスタッフをどんどん増やしてるから。 なんかこうまあ、知り合いだから実名出すもんなんだけどもハーチューさんとかさそのホリエモンにしても今それでいけるけどもそれで成功した気になっちゃうと数年後には全部ひっくり返ると思ってるんでできるだけ規模を大きくせずに自分の興味だけで動,けて動いてひたすら自分の仕組みとかあと環境とかあとお金回りとかをミニマムにするようにした方が 生き残れるっていうんじゃないですけど楽しく生ききてやりたいいいこととができるという,ふうに思いますね。だからあの相変わらず、えー、大企業に就職したいんですけど方の就職相談に関しては俺はいつも難しい顔をしながら「そうだよね」って言いながら、うん、この人はなんかこ,うこの価値観をちょっとずらしてくれないかなとかって思いながら話してるんですけどね。 分からなくもないけどなんか納得は難しいなそうかうん納得難しいかも分かんないなでもそれはまあ,あのみんなとってかそれぞれの人と僕との仕事の違いっていうのはあるよね僕は自分のスキルを伸ばしてそれでなんか生きていこうっていういわゆるなんだろうな流しの職人っぽい仕事なんですよだからより流しがうん 流動性性がががが高くなっった方いいいいいし、持ってるスキルっていうのの多様性の方がいいんですよ。でも皆さんはそ,のそれぞれが自分が会社の中に入ってその会社の中で自分が一番生きれるっていうそのフィッティングの問題っていうかマッチングの問題の中で生きてる人が大部分だと思うからこの僕の生き方を見てる人がそれぞれそのまま応用するわけにいかないんだけども徐々に徐々にこの Amazon によってかわかんないけどとりあえずネットによって。 いろんな仕事が崩れつつある時は僕みたいな生き方があるっていうことだけちょっと覚えておいてください。